おやすみ早っ。いいよー、こんばんはこんばんは。久々風景、確かに。かわいい、頑張ってください。今日全然漏れへん日お手紙ありがとう。家出中なんですよ。家出中。かわいい、失礼よー。お肉はそんな食べてないけど焼きました。なんかもうお腹がいっぱいすぎて、お昼ラーメンからの焼き肉やったからもうやばかった。覗かれた。グミ。キラと今同じ都道府県いるのか。いい空気でしょ。いい空気でしょ。神奈川どうですか。いい空気じゃない。おじいちゃんあのご飯で足りるの。いや普通にあげた。あとにね。全部だから言ったやん。ってこんなにちっちゃいのわけんでも一緒にそのまま食べたらいいのにって悩むな。どうしようかな、長もっと長くね粘ってもらって。団子、団子何それ、なんか振ったっけ。いやきな、それな3日分ぐらい食べちゃったよ、食べちゃったよ。食べちゃった。何星、何気になる、気になるな星が。地震なんか揺れたって思ったけど2階におったから分からんかった。え3階かな、2階かにおって多分揺れたのかなと思って、外のトラックとかかなって思ってたけど揺れたんかなと思って。こうしていいよー。暑い、なんか久々に外に出て暑すぎてやばい。なんか名古屋の方が暑いけど、名古屋におる時はほんまにお仕事以外外に出ないんですよ私。お仕事が今日ないから買い物に行こうって思っても買い物に行かへんから。こまにゃおつ、麦わら帽子はお母さんに反対されて買いませんでした。え、マジでお店に入った瞬間に、え、麦わら帽子これ絶対買わなあかんやんとか思ったけど、買ってないですね。昨日は対戦楽しかった。え、それな、優しかった、みんな優しい世界感じました昨日の配信中は。いつも以上にいつも可愛いよ。ね、やだ、名古屋に帰った後の食生活は考えたくないです。お兄ちゃんがユッケ食べてて普通にアンチしたレナがそれ食べたあかんやつやんって。イカさん持ってきました、任して。あ、おばあちゃんじゃなくていいとこです。さっきいとこのレナより年上のいとこが後ろで踊ってて
ねるねる年下のいとこがなんかうろちょろしている周りを。え、めっちゃあったよ出張のあの店舗は。マジ欲しかったけどお母さんに反対された。かわいい、お疲れ、ありがとう。ね、マジ出会えないよね。え、でもなんかあのレナ出会んレナ推しの人に2回以上出会ったことある人とか全然おる。だからなんかどういう違いなんやろうと思って、タイミングがやっぱ。ケゴシケゴシケゴシイヨー。そう、牛ユッケあ、牛じゃない牛じゃない、ごめんなさい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 、違います違います違います、違います、馬ですね、馬刺し。やばいやばいごめんなさいねレナがアンチする側やった。あ、いつもみんなにするのにこんなん紹介みたいに言ってもたかん、危ない危ない、違う違うえ、そうマスカット、あのいちご飴もあったんやけどなくて、出演するわけないでしょこんな神奈川に住んでるんですからね、いとこはさすがにね出演させられないよねそしていいよー、けんごせいいよー。あ、見て今日これシュシュつけてる。なんかめんどくさかったっていうか、あの髪の毛のゴムがなくて、え、髪の毛のゴムないねんけどと思ってカバン探り出したシュシュがあったから、ちょっと弱めやけどシュシュつけてる。こんばんは、しけんさん。チーク菓子で遊んだ、楽しかった。チーク菓子、あのグミ作った。危ない、アウトやった。かっこいいかっこいいかっこいいですか。あさっては新幹線乗らないので大丈夫です。結婚して結婚して、いいよー。あ、じゃあ見しとこっかな、これ見えへんけども、てかボサボサやけど、はーいはーい、シュシュつけてまーす。今日前髪もちょっと巻いてまーす。グミ食べたよ、そらレナ食べるって言われたからそら食べましたよ、美味しかったでしょ愛がこもっていてね。え、しかもさ今日なんかあのコンビニ、そのなんかセブンのスタンプラリーをやりたいと思って、コンビニセブンにいっぱい寄ってほしいってお母さんに言ったら、そんなの付き合ってんな、付き合わないよって言われて、でセブン車で通るたび、あースタンプラリーって言っとったら、なんかそんなんやらないよそんなんやらないみたいな言われて、悲しいかった。だからセブン巡りしてくれへんかったえぐみどうなったんやろ、まだあるんじゃね、さっきまで作っとったから。仕事な、相手してあげなかった頑張って、それはほんまにマジで頑張って、ごめんな、こんななんか休みの話とかしてもって。がんばん。そう、キャンクされてん、そんなん知らないよ、そんなんやらないみたいな、その子供みたいなことをとか言われてさ、そよくと思って。第1弾はやっとゲットしたから、でもね第2弾ワンチャンゲットできひんかもしれん。だからちょっとみんなみんな第2弾スタンプラリーもしあったら4つ貯めといて、レナの代わりに。もうマジでさやばいんよな、貯められへん可能性が大。え、何日までだよ、見てないねんな、レナもう1日2日で貯めれると思ってたから。そしたら9日からかな第2弾が。なのにえ、乗って栄に行ったの
そうそう、いつも子供扱いされないよ優しくしてないよ、優しくしてないよ。近いうちに台風来るやつ来るんよ近いうちに来るんよ、普通に普通に来るんよ普通に来るんよないや、そうなんだよね、自分でやった方がいいんやけど、ちょっと今回は。でもマジ絶対欲しいねんな。で今日あのニカのあのちっちゃいマスコット、あのムニムニマスコットをゲットしたんですよね。カバンにつけて、ここにもないよな、カバンにつけてもたから大丈夫で、スカイにも行ってしかないラーメン食べた。え、なんでなんで、1日に2カ所回ったってことすごっ、かけれのワールドやん、すごいな。そう、カバンにつけました。マジかわいい。ステッカーも買ったんやけど、後ろに挟んである今みんながかけるのを見ているこの裏にね、挟んでいるんですよ。ずっとムニムニしとった、めっちゃ可愛いねんな。なんかお手玉、お手玉風マスコットみたいな感じで、マジ可愛い、マジで可愛い、可愛いです、可愛いって感じ。今日はやっかれらりしたら、早く起きたから眠い超パエモンじゃないんですよ、ニカ。残り2つで買っちゃった。超パエモンにしようか、めっちゃ迷ったんやけど、どっちも買えばよかった。じゃあみんなに見せたい写真があって、明日送ります。あ、でもいけるか、明日はみんなに送るわ。そう、たまたま出張店舗的な、そう、ラーメン行きたいんだったらそろそろ起きなさいってお母さんにも怒られた。さすがに行きたいから起きたよね見られたかったやばいやつやんその代わりこのお手玉サイズにならな、ちょっとね無理なので、あとチョパエモンかニカにならな無理だからねこんばんは。そう、午後だけど明日までなの。じゃあ今日巡るか、今日か明日に巡ろう。明日にゲットしたいな、じゃあでもどうだろう、ゲットできるかな、多分無理だな。第2弾、まあ、第1弾ゲットできたからいっかんどっちで送る、え、どっちでもいい、どっちでもいいよ、どっちでも送るかな、どっちだろう、気分による。ダメだ、気にしないと。え、なんかさ、後ろ姿の写真送ったらみんなにさ顔出せよみたいな感じ言われてマジで嫌だったいいやん後ろでも、なんかアンチだったいや嘘だよ、冗談ね、冗談ですけど。そうなんかお母さんがいっぱい撮ってくれたんよ、なんかパシャ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 みたいな、顔出せよみたいな言われて嘘だけどね。しかもさ、なんかあのゾロのあのスタンプつけたときに、なんかあの顔出すよっていやいや、牛の姿好きなんちゃんって感じやけど。そう、ゾロのなんか面白いスタンプがあったから、しかもゾロのあのやつと撮ったから、なんか面白いゾロのやつとあのスタンプでやったら、それもなんかありがとう、面白い女でごめんねありがとう、面白い女助かった、ありがとう、ありがとう。いやいやいいよ、スタンプのとこも顔なくていいの、あれはいいんですいいんですよ、
うん、みんなが顔出す。ゾロの方がいいやん、だってかっこいいしかわいいし、ゾロはかきれんなよりね、かきれんなよりかっこいいしかわいいから、わざとやったのに、みんないらない、いらないとか言わないで、ゾロが悲しむ普通にゾロが悲しむ、だからそんなこと言わないで、うーんそんなこと言わないで、そういう人たちはアンチアンチ、すぐアンチ、アンチにします、すぐ。いっぱいいそうだな、じゃあえ、ダメだよ、ゾロじゃないと、あそこはみんな分かってないんだ、ゾロだよ、ゾロじゃないと。え、しかもあのスタンプのさ顔がさ、あのもう面白すぎて、え、おもろかったやろ、だからみんなにも見せてあげようと思ってやったのにさ、なんかそのスタンプにさ全くさなんか触れてくれんくて楽しかったんやけど、え、なんか面白いやつ選んだのやな、あれわざと、普通の顔じゃなかったやんあれ面白い顔わざわざレナのや、レナにやってやったのに、なんかえわざとね、しかもわざとやって、なんかみんなあの、え、何この顔みたいなってあの言ってくれるかなと思ったら、何も言わんかった、一人もおらんかった気がする、分からんけどやろ、今回の写真はちょっと柿本よりゾロやんの、さすがに、さすがにね、伝わらんかったかそれで大量やった、大量やった、大量でしたね。え、そうそうそう、 あえて、あー、そういうこと分かってたってこと、ほんまはなんかこのスタンプ何みたいな、この顔何って感じよな何も思わんかったんかい、みんななんだよ、分かんな、しっかり狙ったつもりやったんやけど、何で喜んでんの何で喜んでんの、アンチ大量発生で喜んでるあ、そういうこと、なんでゾロなんやろうぐらいしか思ってなかったんや、ゾロのスタンプだなーぐらいしか思ってなかったもう一回見てきてほしい、これを聞いて、マジめっちゃおもろい顔しとうからおめんね、こんばんは、あ、ゾロたくさん、いや、それな、多分誰一人も伝わってないと思う、見直した、めっちゃおもろかった、めっちゃおもろかったやろこれからね、今日の写真だけね、今日の写真だけ注目で、いや、こっちこれ言ってたもんな、ホニテやって、あー、そういうことね、好きなんだ、なんだ、分からんかったか、あかんな、まだまだロマンティックな関係やったはずやねんけど、ダメだったか、ノーロマンティックだったかダメだった、ダメでした、ノーロマンティックでしたね。えっ、アイス食べたんよ、なめっちゃ美味しくてカップのなんかチョコとバニラアイスのやつ、カップの縦長のなんだっけ、チョコがぐるぐるなってるやつ、パリパリのチョコやった、チョコ味のアイスとかじゃなくて、めっちゃ美味しくてビビった。金曜日も食べた、アイスも食べたんだ、そんなん言わんとって、終わる、終わるか、そろそろ、どっちでもいいよ、 OK うん、まだかじゃない、いや普通に薬局の
やつ。薬局でーす。声一瞬ね。どうしていいよいいよ、下がった下にパピコじゃないバニラアイスですとチョコ。終わります、そろそろ呼んでおるので。かーい、いや絶対レナじゃないやんこの流れ絶対ね、うん結婚すらんおもろい、その勘違いちょっとおもろいな、確かに確かに、そこじゃない、どんなやつでもなんか結構ちっちゃめで美味しかった、めっちゃくちゃ。おやすみなさい。あ、バブル送りますね。あと30分あるからね。30分いいんかな、バブル。バブルはいいか。30分送っても。30分じゃない。12時まで送っても。土砂降りいらないです。いらぬです。悪なんて聞いてない。台風楽しんで。やめてやめて。台風出会わなさそう。楽しい時間過ごしてね、ありがとう。はい、プリン。声の主、あ、かけれないな。やるな。また明日です。明日ね。食い楽しんで、ありがとう。おやすみ。いやな、いやなんか今日なんかいいんかなっていうなんか連絡が来ていいんかなって思ってた。とメールと一緒なのかな。え、でも今日はあの30分あるかかきれなルールをさすがにね、あれですけど、そう、もう何も食べないよ、食べれないよ、もう何も、夜な夜な食べてるかもしれん。でもバイバーイ、おやすみー、おっつーん、またしたね、おやすみ、おやすみ、べちゃーん。そうやね、気づいたらな、昨日の夜もう気づいたらやばい、バブルでお休み送らない、やばい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 ってなってた。やるあるか、大丈夫、またね。今日使ったらもうさすがに怒られるレベル多分マネージャーさんに怒られる、今日ルール発動したら。こんな時でさえもうまだ分からんくもないけど、もう配信してたらな、分かるけど昨日ギリアウトか、ジャストギリアウトやもんな59分は余裕でセーフなんよ。そう、まあ、今日はさすがにあの怒られないように残りの時間を生きていきたいと思います。はい残りの時間、あ、すいません、はい、バイバイ言ってね、おやすみ言って、あれですね、遅かったジャストはアウトやからな今日はさすがにギリは狙えへんからってことで終わりたいと思います。前髪めっちゃ変やってんな、セットした時はマジで大丈夫やったのに、ケープしてなかったからかな。バイバーイ。今日はさすがにかけるルールはもうやばいから、怒られたくないからね、私も。ギリ狙わなくてもいい、狙ってないよ。おやすみ、バイバーイ。ノーかけれなルールでいきたいと思います。バイバーイ、おやすみ、また明日、また明日っていうかバブル送ります。バイバーイ、バイバーイ、おやすみ、バブル送ります。また会いましょう、そっちで。バイバーイ。